マイクラのアドオン3分あれば作れる説ということで、私ゆずきゆかりがこの説の立証に挑んでみようではありませんか。上にもカウントダウンを配置して準備完了です。ま、私は天才ですから、3分なんて時間余らせてみせますよ。前置きはこれくらいにして本題に入りましょうね。まずアドオンって何かという話ですが、一言で言えばマイクラに新しい要素を追加してゲームを拡張する機能のこと。 Java 版の場合モッドとも言ったりしますが、その統合版バージョンだと思ってもらって大丈夫です。このアドオン、リソースパックとビヘイビアパックの2つに分かれていて、前者はアドオンの見た目とかテクスチャーに関わるものを、後者は機能とかシステムの根幹に関わるものをそれぞれ担当します。一般にはこの2つを制作していくわけですが、今回はこんな感じでゲーム内に認識される何もしないアドオンを作っていきましょうか。注意事項です。今回は Windows 版を前提に説明していきますが、他の機種でも大きくは変わらないはずです。さて早速アドオンを制作していくわけですが、一つ一つスクリプトを書いていくと思いました。3分間の RTA なんでね、そんなことしません。ウプ主がアドオンのジェネレーターを作ったのでそれを使います。まずはこのサイトにアクセスしましょう。概要欄にリンクがあるので参照してください。マインクラフトアドオンジェネレーターってやつです。アドオンの名前と説明文を入れる欄があるので入力します。これは何でもいいです。自分で分かりやすい名前をつけてください。これがそのまま後ほどゲーム内でアドオン一覧の中に表示されるアドオン名になります。同様に説明文も入力。これがどんなアドオンであるかを知らせるために書いておきましょうね。パックアイコンも適当なものを入れておきましょう。そしたら他の設定はスルーして下にあるダウンロードをクリック。 ZIP ファイルを適当な場所に保存しましょう。この ZIP ファイル中を見ると BP と RP の2つがあると思います。前者がビヘイビアパックで、後者がリソースパック。ここで Windows キーと R キーを同時に押してファイル名を指定して実行を起動。そしてこれを貼り付けて OK を押しましょう。概要欄にも記載してます。COM モジャングフォルダが出てくるので、その中のデベロップメントベハビアパックス内に先ほどの BP をコピー、ドラッグ&ドロップでコピーできます。それが終わったら同様にデベロップメントリソースパックス内に RP フォルダをドラッグ&ドロップ。これで完了です。実際にマイクラを確認すると作ったアドオンちゃんとありますよね。3分解説完了です。